これも新しいの変えようと思って来たばかりやけど。何ですか？新しいの来るからなんかどうかなと思って最近頑張ってるでしょ。これでいいですよ。もうこれでいいんですけどね、ほんとね。この EZ バーもちょっと売ろうと思うけど、売れますかね。これ売れるやろ。あ、売れる。間違いなくね、いいもんですよね。なんで EZ バーって言うんでしょうね。ああ、言ったことは忘れた。 EZ の形やらないと違うのかな。その形 EZ と。いや、俺はそうだと思ってて、形じゃないと。そうやって思いますけどね。どっかが EZ に見えるんじゃないと。どこかわかんないけどね。EZ バーじゃないって。EZ よね。EZ バーって言いますよね。うん。Z に見えるね。 Z には見えるやろ。まあまあ見えるんだね。 E はどこなんだって話やけどね。 EZ って言ったらなんかこう安い、 EZ しやすい、しやすいバーって思いがちだけど、そうじゃなくて EZ バー。ちょっとネットでちょっと調べますね。痛めにくいとかじゃないって言って、うん、ここで勉強になりましたね。 T バーも来ますからね、これね。いや、もう T バーいらんんですよ。いやいや、いるんですよ、それが。あ、これ売れて喜んでもらってよかったですよ、あれね。いや、もうこれ以上狭くするのやめましょう。いやいや、そう言われてもね。そこちょっと広くなった。でもここはあれよね、邪魔にならないと思ったけど、やっぱ広いね。ちょっと来週来る。断捨離じゃないじゃないですか。そうそう、断捨離。そうだね、ついつい増えてしまうね。このアブドミナルマシン誰かいる人いないかなと思ってんけど、ね。いや、それ物がいいから、それその安く売ったらダメです。そうそうそう。これ結構でもやったら効くよね、やっぱりね。ノムノジラス確かにいいね。あの前のフルオーバーが腹直筋とか伸ばすのすごいいい。そうそう、あれはもったいなかったね。あれはあれはもったいなかったね。価値があるんやけどね。やっぱり分かる人には分かるね。これも売ろうかなと思ってんけどね。いいですね。そうかな。俺めちゃくちゃ気に入ってんですよ、これ。多分俺の胸が良くなりますよ、これで。胸してるんですか。胸とさんとこれ。胸はまあ真面目にやるから良くなる。使ってないです全然ね。いや、洋服と一緒なんです。結局それいっぱいあると、結局その選んちゃうじゃん。分散しちゃうじゃないですか。それしかないっていう状況で選ぶ使うんだったらいいですよ。これ、俺が勧めた人はやってるけど、やっぱり慣れた人はあんまやらないんで、さすがに。違うのはあるじゃない。それしかできないっていう状況で、それをやることはもちろんいいんでしょうね。うん、まあ、ベンチもあるし、リップスもあるから、別にそれを選ぶ必要もないじゃないですか。いや、これ、ものすごく効くんよ。いや、この良さが分かる日が来るよ、絶対に。もう胸もいいしね。胸がいい人は別にベンチで聞くから ね、 ね、これもいいでしょ。なかなか日々ちょっと来週またちょっと大変なんですよね。だから来るから楽しみなんですけどね。こんなんで動画作っても面白くないでしょうね。まあ私の怪我も治ってやる気になって腫れ引いてよかったですね。いましたね。ちょっと何が起こったかはちょっと内緒ですけどね。健康一番ですね。